お若いお人、もし。お若いお人、お気をつけください。宮の貴族たちは若い性器に乾いています。吸いたくて吸いたくて仕方がないのです。ああ。特にこの先、中庭は鬼門です。宮の貴族がわらわらと先に進むなら、外周を回られた方がよろしいです。なぜ俺に？お若いお人に一つ頼みがございまして。なんだ？父のことです。我が父は貴族になりましたが、その時恋に見入られてしまいました。もうずっと、ずっと、ただ恋に餌をやっています。お若いお人、どうか父を、あのような永遠は。中庭は鬼門で、そしてどうかずっとそんな永遠。
しお若いお人。お若いお人、もしや。ああ、それならば脇道の方がよろしいです。今は水の中、主の恋の寝床になっている大きな洞窟の先でございます。なぜそのような。内裏の扉はもう長い間閉じたままです。大事なお使いがあるのですが、このババの身ではどうにも果たしようもなく、お若いお人に内裏の扉を開けていただければと。今は水の中、主の恋の寝床に、そして大事なお使い。